その筑波コース戦術の、攻略法みたいなところ。今日は、STI サーキットドライブということで、スバル車限定になるんですかねの、壮行会のようなイベントに来ております。僕自身は、チャレンジクラスというクラスの講師を務めながら、トークショーだったりあとデモレースとかしてですね、皆さんと一緒に楽しみたいと思っております。でもあいにくのお天気です。前回の美浜のこの STI サーキットドライブも大雨だったらしいので、 STI の誰かが多分雨男がいるのか雨女がいるのか分かりませんが、でも雨も楽しさがありますんで、はい、皆さんと楽しんでいければと思います。山内選手もいるし、ゆいかわさんもいるし、久保凛太郎もいるし、ラリーから蒲田さんも来てますし、このイベントを行っております。スバルを代表するトップドライバー井口拓人選手、山内秀樹選手にお越しいただきました。それではまた井口選手からお願いします。皆さんおはようございます。ドライも走れるのもいいんですけども、やっぱ雨の方がですね、そのスライドをコントロールしたりとか車のコントロールする楽しみがありますし、雨の方がドライビングのいい悪いというのは顕著に出ますので、ぜひ今日はですね、そういったところを楽しんでいただきつつ、スバルの走りの素晴らしさも感じながら走行していただければと思います。今日僕はチャレンジクラスを担当しますので、ぜひ皆さんのレベルアップのお手伝いができればと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、改めてよろしくお願いいたします。特にこの筑波コース戦ですねの、攻略法みたいなところを主にお話ししていきたいなと思っています。実はプロのレーサーもストレートを速く走る人が速いんですよね。車の限界決まってます。なので BRZ も WRX も多分プロもそうですし、皆さんも 100% の限界ですぐ出せると思います。全開にすれば 100% 限界になります。この限界ってプロでも上げれないんですよね。なのでまずはその皆さんでも出せる限界のストレート区間、ここをやっぱり速く走るというのを考えてください。当たり前です。当たり前のことなんですけども、なのでポイントは1コーナーの遠赤、こちら2コーナーっていうのかな、2コーナーの遠赤につく。でこの難しい左のコーナーは1個目は無視していいので、2個目の内側の S 字に必ずつく。でこの S 字っぽいところはまっすぐなるべく走っていただいて、ブレーキをして真ん中ぐらいから一回外に広がる。でポイントはこの内側の S 字にしっかりつく。なので僕が走るときはこれちょっとブレーキをして、真ん中ちょっと外に広がりつつ、この S 字について立ち上がりの遠赤があると思うんですけども、それの最後ぐらいに広がっていくようなイメージで走行してほしいです。こういうふうに見させていただいてるんですが、めちゃくちゃ上手い人って車の向きが変わって正面が見えてこちらの方に来るんですよね。で大体それがうまくできてない方は、車両の右側のドアが見えてきて全然向きが変わってない、こういった状況にほとんどの方は陥りやすいです。今から参加者の皆さんの先導走行をしに行きます。正しいライン取り、正しいブレーキングポイント、こういったところに注目して走行していきます。
今パドックウォークやっております。なかなかコロナもあったり、こうファンの皆さんとサーキット行ってもなかなか触れ合えないので、こういったイベントでお客さんとちょっと話して、こういろいろ車の話したりいろいろしてます。あの車が一番奥まで突っ込んでた。すごい。そこまで見てるとか。嬉しいね、マニュアルに乗ってくれるの。私らの年はマニュアルで免許取ってるんで。今日参加してください。お願いします。ありがとうございます。あちこちで探しますから。もう私この間の時も雨だったんです。はい、皆様雨の中、そして寒い中、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にやっぱこうやってイベントに来ると、皆さんの顔を見て話して、でまた、次に向けて頑張ろうという活力になりますので、またこういったイベントたくさんやっていただきたいと思いますし、やっぱレースになると勝敗がついたり、タイムがリザルトが出たりして、なかなか、喜んでられるようなシチュエーションばっかりではないですが、こうやってみんなで車に乗って楽しむ、これが究極の本当なんだろう、車遊びというかカーライフだと思いました、改めて。なので皆さんと一緒に今日楽しませていただきましたので、本当にありがとうございます。また次いつ会えるかわからないですが、いつ会えるかわからない、おかしい。またイベント開催をして、また皆さんにすぐにお会いできることを楽しみにしています。本当に今日はありがとうございました。はい、井口選手ありがとうございました。続きまして、ありがとうございました。やっぱいいっすね、こういうイベント。いいっすね、こういうイベント。カマスさんとツインドリーできたのが今日の思い出です。楽しかったっす。ドキドキだったね。ドキドキだった。あそこでやっちまってたら、やっちまってたら、はい、事件なんでヒヤヒヤしながら死にましたが、
やっぱこうやって、なかなかコロナでファンの皆さんとこう近いところでやっぱ会話してとか、なかなかそういうイベントがなかったんで、やっぱこうやって、まあ、皆さんとフェイス2フェイスで話して、またいろいろ話をすることでまた次に向けたこう活力にもなりますし、やっぱこういうイベントは大切だなと改めて思ったんで、ぜひ皆さんもまだ参加されてない方は STI サーキットドライブぜひ参加していただければと思います。チームタクティ T シャツ